さあ新規入荷はございますでしょうか。200でプロジェクタードレス、なんかね色違うのは可愛いは可愛いけどね。でこっちのリボンに関してはそのままでございましたと。さとというわけで特に新規入荷はなかったですね。しかもやっときますか、なんか増えたんですかね。要は全ステージが出終わってるキャラクターに関しては多分ですけど、なんだっけ、それぞれのね、あの本来の役者さんのキャラクターが出るんだろうなとは思いますけど。あ、闇のパティシエと幻惑のスイーツってことはパティシエもうないんだ。パティシエシリーズは終わってるんだ。あ、もう一個あるよ、もう一個ある、もう一個ある、もう一個ある。ほう、これ誰だ。闇の列車と崩壊の街、カーボーイか。あ、カーボーイももう終わりなの。なるほど、どっちから行こうかな。ミニゲーム集のパティシエから行こうかな。だとしたらねえ、せっかくだからちょっとこの地下の2面せっかくなんでクリアしちゃおうかなっていうふうに思っておりますよ。というわけでございまして、さあ真っ暗ですね。おお、ここも怪しげな空間だね。キラリスタを探そうよ。うわ、パティシエキラリスタもう見つけちゃった。ようこそグレープ様のキッチンスタジアムへ。グレープ様だって。一緒にお菓子作りましょう。花なんか浮いてんな。どうしたんだろう、様子が変だよ、追いかけよう。うん、でもここにねお菓子作れるやつあるから多分どっかでなんか使うんだよこれきっとね。そういうところはねしっかりやってこうね。よいしょっと。でこれをどれかに誰かに渡すん。あ、お前お腹が空きました、はいどうぞ。やっぱりね。でこれでリボンなのって。え、美味しいですぞ、元気が出ましたぞ、ありがとな。あとは隠しエリアないか、大丈夫か。あ、これか、これ隠しエリアか。あーぶねー。なんか地下のやつって剣士踏襲するんだったら言うほど無駄がねえからさ、世界一のクッキーが食べたい。あ、バカ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 、素人は黙ってろ、手を出すな、素人は黙っとれ。で、あー、これでいいね、これでいいっすか。あの世界2位のクッキーぐらいのあれにしかなかったんですけど、よかったー、それでいいなら、お前らがそれで満足してるんだったら、君は素晴らしいパティシエだね。まあまあそうでもないよ。さあというわけでございまして、最後まであれか、あのケーキ作ったりとかするとかそういうことなんかな、もしかして。さあというわけで、お、ゲージじゃないあれ、待ってましたわ、誰。さあ楽しいお菓子作りの始まりよ。お題は3段のキャラクターケーキ、先に完成させた方の勝ちよ。なるほどね、レディースタート。はい、行きましょう。というわけでございましてね、まずはねこの周りのところ囲っていきましょうね。多分これ動かない方が良かったと思いますね、変に動いたせいで良くない展開になってると思いますね。はい、毎度あり。さあというわけでございまして、ケーキまず1段目ができました。あら遅いですね、チャレンジャー、これは早いです。しかしキラリスタの本気はここからです。さあというわけで2段目に関してはこんな感じのモコモコを作っていく、モコモコを作っていく、モコモコをつなげていく。どうも、さあどうですか。あら、まだその程度。チャレンジャー2段目完成、キラリスタ早く作るです。さあというわけで3段目、最後は顔かな。というわけで顔を描いてあげて、でさらにここをね、このマカロンを囲ってあげて、コックボー。さあというわけでね、こちらが完成しましたが、一方のキラリスタ、あれキラ、あれ顔、キラリスタ、チャレンジャーのケーキ完成です。そして3段ケーキ対決の勝者は、
イエーイ。そりゃあね。そんな嘘よ。見た目は良くても味はどうなのかしら。てってってって。そこ食べる？なんか一番デコレーションしてないとこなんだけど。お、おいしい。正気に帰ったか。なんておいしいのかしら。ね、なんかコンペイトーの髪飾り。あなたのお菓子ってとってもおいしい。最高の気分よ。よかった、いつものキラリスタに戻ったみたい。さあこんなところから出よう。さあこっちこっち。食らうところあったか。どこに行くつもりですか。スポットライトないよね。私とも一緒にお菓子作りしましょう。ほう。さああそこから出られそう。あ、あ出口が。カーテン開けりゃいいんだよ。ようこそキッチンスタジアム。ここからは逃さないです。ボイン。次は私と勝負です。ここから出たければ私に勝つことです。やるしかなさそう。でも私とあなたが力を合わせれば。とにかくクッキーをたくさん作るです。先にお皿いっぱいに作った方の勝ちです。では勝負です。というわけでね、よいしょ。お皿にいっぱい盛るってこういうことね。よいしょ。おー、あの子もやってくれてるじゃん。いいねいいねいいね。あ、邪魔される。邪魔されて消されたぞ。でもお前クッキー作った方がいいよ。あの、それは本質じゃない戦いの。よいしょー。さーてちょっと、おーい。あーね、クッキー壊されちゃったね。でもあいつクッキー作ってねえからなマジで。よいしょと。んで、よいしょー。あーでもあれなのか、2個分作らなきゃいけないのか。でもなあ、あいつがな、なんかほとんど無能という無能ムーブしてるからな。なあ、花が咲いた。でここに関しては取れそうだから。で、あい、残念でした。あ、あいつ運搬しなくていいスキル持ってんな、ずる。で、あとはあいつが持って帰ってくれれば。危ない。よいしょ。相手はお皿3枚分作りました。というわけで、さてさて、これをここに置いて、なんだったらそれを持ってってくれたらもう終わりな気がするけどね。え、一生懸命持ってってるけど俺抜くね。よいしょ。で花がさ、あと上のゲージがどういうこと。でなる、これ勝ったは勝ったけど、なんでだよ、なんでだよ。あれかな、あれかな、あの上のところまで持ってってないからかな。ね、それなら私たちの特製クッキーを食べてみて。特製クッキー、よいしょ。ほらこれ食えよ。はい、ユーたちのクッキーなんて。おいしすぎるでーす。全部あの左まで持ってく感じかな、高さがな。いやーマジか。ちょっともっかいクッキー作りに来るか。一個足んねえもんな。結構ここなんだろう、やることは単純なんだけど時間はかかる。あるよ、もう一周するのも。ねえ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 、知ってる？本当に。いやーマジかー。あれ別々に作っていいのかなと思ったけど、一緒に作ればよかったんだな多分な。一緒に作ったらなんか手分けしていいのかと思っちゃった。でよいしょ、実写化できました。
で、あなたのセンスとってもいいわ。あ、これで終わりか。さあ、というわけでございまして、もう一周参りましょうね。さあ、というわけで2戦目ですが、1人ついてる状態で、ああはい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 、でこれで出た。だからあの子がどこに行くかを見て、で、はい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 、でも高さ的にはできてないけどいいのかこれで。で、よいしょ。で、パッともう納品しちゃって3個いったわ。うわ、あの子と作った数か、むしろあの子と作った数が評価軸になってると言っても過言じゃねえのか。まあ、実勢問題ってなんだ、早えわな、もう終わりだもんな。ねえ、これでこれ受けたら終わり。いや、早っ。で、これは上のやつが光ったってことはコンペイトもらえますよね。もらえますよね。で、それ、おお、やっぱりか、そこか、そこだったか。というわけでございまして、コンプリートできました。いやー、これに関してはなんかもう今までのね、教えをこうた通りに動けばよかっただけの話ですね。さあ、というわけでございまして、続いてはカウボーイ、カウガールですかね、やっていきたいと思いますね。少しずつ埋まってきてる感じするんですね、ってことはね。はい、というわけでテープチェンジ後でございますが、続いては闇の、カウボーイか、闇の列車と崩壊の街ね、こちらのね、何でしたっけ、なんかキラースターみたいなのに助けていきましょう。さあ、というわけで始まっていきましょう。いきなり、うわ、どうしたの、そんなに慌てて。まずい、こんなところで大変だ、キラリスターのところへ急ごう。でもすぐにコンペイトーチャンスが来ると思っているよ。さあ、というわけでまずは後ろから追い上げていく。2ラインか。で、まあ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 、とりあえず雑魚敵は全部倒していく、飛び越えていく、上も登っていく、取っていく、よいしょ。はい、1個目。で、よいしょ、手前に来てるので手前のやつ追いやられないようにしていく、上に乗る、はい、取っていこう。オッケー。おっと、降りる卓もあると。この馬の火爪の音は誰か来ているのかい。さあ、というわけでね、正直セリフ読む余裕なんか全然今回ないんですけどね。はーい、こっちだ、こっち。一回コインにもね、おーぶらっぱ。さあ、というわけでございまして、急げーっていうところで、ここで、はい。真顔で浮いてんな、あいつ。危なかったぜ。オッケー、危ないところだったよ、ありがとう。さあ、ここの出口を探そう。無事に帰れたらミルクでもおごるよ。ミルク、これはこれじゃあ先に進めないじゃないか。さて、どうするか。あれ、あんたの馬いないじゃないか。ヒヒーン。お、あんたの相棒やる気だよ。手綱は私に任せな、後ろは頼んだよ。うん、スポットライト行くね。もうね、後ろから差す光がいいね、気になって気になってしょうがなかったのと、あと女の子だったのね、ごめんね。さあ、というわけでございまして、どうせコンペイトーでしょう。よいしょ、あばらばっぱっぱっぱらっぱっぱっぱらっぱ、ほい、さっさ、危ない危ない危ない、よいしょ。さあ、全部倒してコンペイトー、3つ目でございます。待てよ、あれ、ここってリボンあるんだっけ。あるね。ってことはよ、ってことはよ、いや、でもここまでのアプローチにリボンはねえだろう。
こっち側もなさそうだから一回進んでじゃねえかな。後ろは頼んだよ。よっこいしょ、行くよ。はいや、おー、ねえ、困ったと思ったらね、思いのほか、なんだろう、めちゃくちゃようやってくれたっていうね。で、追っ手が来たから任せたって言われて、ここリボンチャン、あーコンペートあったわ、マジかよ。ちょっとここリボンチャンスありそうで怖えな。馬車が壊れる前にこっちへ、はい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 、手前がドーン、1個しかなくなっちゃった。次は飛ぶよ。なるほど、おーい、どうすんの、ここから飛んで上着地。さあ、あ、ここにコインあるね。で、馬たちはどこ行ったん。はい、で、一番強打のやり方ハマってる。いた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 、ハマって動けないので、ここのリボンは確定ゲットみたいなもんだな。はい、オッケー。で、さらにこれ取ってって、で、合流。ね、あのリボンのおっさんのセリフ聞こうと思ったら落ちるんじゃないよと。どこから持ってきたん、これ。で、飛んで飛んで、記者のお出ましかい。ハートは全回復、いい感じだね。ういういよいしょ、早い段階でどかしとこうね。さあ、というわけで汽車が突っ込んできて大ジャンプ。ああ、俺はもう一回降りるのかい。もうコースが次どこに向かってるのか分かんないけど、レールが来てるってことはここで飛び込める。さあ、というわけでさらに進んでいきましょう。おーっと、飛んでなんとかなった。さあ、出口まで急ぐよ。おおおお、ね、とりあえず後ろにいるのは良くないかなと思ったから前に移動しましたが、相手なんかしてられない。あ、待って待って待って、あんたは時間稼いで、よいしょよいしょ、この樽がなんでここに浮いてるのかってのは分かんないけど、よい、間違えた、まず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 、おー、今の樽だよ。誰がどう見ても今の樽の当てた数で汽車が破壊できたかできなかっただろう。いや、なんか知らんけど勝手に攻撃いっちゃうな。どうしたらいいんだろう、うーんってしてたんだよな。いや、まあ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 、しょうがないですね。とりあえず一回お話、多分外で話すと思うから、話終わったらもう一回行きましょうか。くく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 、あんたワイルドだったよ。ね、この一言のためだけに待ってしまったというね。さあ、というわけでございまして、A 型は許せませんので、あの最後の樽のシーンまでスキップでお送りしたいと思います。悔しい。さあ、て来たぞ。無駄な操作をしない、ちゃんと取って離して左向いて投げる。バカ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 、やべえ、あー、もうやだこれ、この調整するの1回に5分かかんのよ。さあ、ちゃんと向き直ったのを確認して投げる。焦らない、急がない。どう？オッケー？あー、なるほどね。ちなみにね、これ伝わる人にだけ伝わってくれればいいんですが、絶妙に処理が重たくなってるんですよ、あのシーン。なので、なんか見た目以上に動作が重たくなってしまっていて、結構意図した通りに操作できてなかったっていうのが、まあ敗因かなっていうふうに思いますね。いやー、ここめんどくさかったな。でも、まあ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 、そういう面もあろうね。というわけでございまして、これにて地下探索が1回できること終わったので、4階に向かって良きなのではないでしょうか。さあ、というわけで一気に4階に移動しましょう。さあ、というわけで皆さん1階に避難を。今評判のピーチ、もうもしや君たちは、あー、なんかこの中でもトトロ、俺たちまたなんかやっちゃいましたか。
キラリスタ様会いたいな。探偵に僕がこの劇に出てればカンフー英雄伝、カンフーかで、カンフーがあって怪盗マスク奪われた黄金像、劣化忍法帳、なるほど。まずは既存組から潰してえな。既存組から潰したいが、探偵はちょっとめんどくさいなと思うので、先に忍者、劣化忍法帳からいきましょうかね。まずはこいつから潰していきたいと思います。さあ始まるよ。はっ、で、おっと、おお、助太刀か。奴らの、我らの城を奴らに占拠され、待たれよ、あれを見るでござる。見張りも厄介だが、奴ら怪しいからくりを城に取り付けたでござる。あんなものを早く壊さないと。ネズミ一匹通さんと。通ったよ。で、他の入り口からおらパラパパパラパボン。ね、そもそもね、存在を理解してもなかったっていう。あ、これ裏から行けんの？うい、正門からもこうなると行けそうな雰囲気しますけどね。さてさて、この上のライトがあるので、ちょっとこれでこうして進んでいく。んで、ここの溝に関しては何もないのか。これ壁ジャンできそうだな。で、壁ジャンができそうで、上のやつが倒せるってことは、あ、逆走できることがメリットじゃないの。なるほど。ちょっと待ってよ。あばばばばば。で、これ抜けて、こっから上に行けるあれでもねえもんな。じゃあこっち側から先に進めるよもあるのか。屋根裏から忍び込むぞ。あー、それもしたいけど、それもしたいがねえ、そこにもスポットライトあるし、探索は十分にね。よいしょ。さあ、というわけでコンペイトチャンス。下に入って、あ、コイン部屋でした。見まごうことなきコイン部屋でした。オッケー。さあ、というわけで戻っていきやしょう。他のところはここまでは大丈夫げだよな。大丈夫げならまあいいだろう。屋根裏から忍び込もう。さあ、というわけで屋根裏から忍び込むぞ。よいしょ。で、マップの中に入って奴らは音に敏感、逆に利用できれば。なるほど。これで呼ばれて下から上に突かれるんだよね。これスポットライト？これ何のためだ？この光は。あ、この隙に下に行って、よいと。え、もうなんで、これをまず鳴らして、で、よし。ん？あ、スポットライトだ。さっきコインチャンスだったことを考えると、コンペイトの確率が高い気がするな。で、あったねー。あ、左側から登っていって、ロックマン X して、最終的にコンペイト。 OK。 さてさて、で、これで登っていけばいいのか。あー、上からか。で、また捕まったでござる。で、お、待てよ、今のでこうして、こうして、で、あれか、こうか。オッケー。で、2体とも倒してこいつを助けてやると。待たせたな。大丈夫か。あ、片付けない。ありがとう。で、これに関してドアが開かれて、これも戻れない分岐になっちゃったけど、大丈夫か、大丈夫か。ちょっと不安が残るが、